このような形です、キーパーに鈴木渡です。で右から土佐、大場、私、そして左に今日は松村がサイドバックとして入りました。そして中盤は曽根と浦のダブルボランチ、そして新沼、山田今日左の、サイドハーフに入りました。で2トップ小笠原と、門田、この布陣でスタートしました。で前半は、本当に狙い通り相手陣内で、押し込む時間が、続き、まあ、イカイというチームは、強豪チームを倒してきている相手だったんですが、我々もそれ以上の圧力を持って試合を進めることができました。その中でなかなかフォワードにチャンスは訪れなかったんですが、必ずチャンスはやってくるという中で、やはり門田の個人から、ゴールを奪うことができました。でその流れの中で、まあ、今日は相手のゴールキーパーの、やっぱり 手で取れないところへのボールというのがすごく効果的 で相手のゴールキーパーが苦し紛れにサイドラインに逃げるというところで、なかなか相手チームが我々の陣内に入ってこれず、勢いを削いでいたというような試合運びができました。まあ、前半は一度で折り返すことができたんですが、やはり後半迎えるにあたって本当に一つの隙をも見せない、まあ、前半あったんですけど、まあ、マイボールに敵が倒れていたものを我々のチームが外にボールを出してあげた。でそのボールをまた我々の方に返してくれたんですけど、まあ、選手がどうしようか迷っている時にちょっとプレスをかけられ、ここでフリーキックを捉えてでチャンスを与えてしまったと。そういう流れを変えかねないような隙を見せないということをまず後半は徹底しようとしました。そしてその中で当然彼らは今度は逆に我々のこういう裏のスペースをついてくるということが予想されたので、我々も特にディフェンスラインはそれにしっかり対応するべく、仮に、ロングボールへの対応で深くなったとしても全体をコンパクトにするという狙いを持ちました。で試合が進むにつれて、まあ、試合展開にもよったんですが、押される状況が増えたんですが、まあ、クロス対応を選手たちがしっかりとやって、まあ、そうですね、ほぼ、まあ、コーナーキックのカウンターからシュートを打たれたりするぐらいで、ヒヤッとするような場面というのはさほどなかったと思います。まあ、あとはやはり後半の最後の方に、相手の10番の選手が打ったフリーキックを、まあ、鈴木がしっかりと抑えたと。そのくらいで、ゴール前の対応もしっかりできていた流れでした。でその中でちょうどラスト10分ぐらいで裏にアクシデントが起こり、新村が入りました。でそして本当にラストワンプレーですね、ここのロングスローからこぼれたボールを相手に左足で決められて、そしてキックオフと同時にも終了、 PK に突入という流れになってしまいました。まあ、試合終わった後選手にも言ったんですが、ちょっとその部分で私も非常に反省しているところがありまして、やはりプレーしている中でなかなか今日はどこをどういじろうとか、例えば、まあ、J リーグでもよくあるんですけど、もう1点リードしているときにプロフェッショナルなこうちょっと時間稼ぎ的な交代、例えば、フォワードの1人に変えて誰かフレッシュな選手を入れてもう引っ張り回すであるとか、例えばこういう山田選手のような、まあ、しっかりスピードを生かすんですけど、最後もう守りきる時にはゴメスを入れて高さ対策という、やっぱりそういう選択肢もあったんですけど、やっぱりそういう手を打てなかったっていうところが非常に自分自身も反省しているところであります。そしてあとラスト10分までは時間を把握していたんですが、そこでのやっぱりベンチとのやり取り、ベンチワークということも非常に課題の残った試合でありました。なので選手は本当によくやってくれたんで、
今日は本当に負ける試合でもなかったと思いますし、負ける相手でもなかったと思います。そこは本当に強がっていいと思います。ただラストワンプレーに通ずる部分でのそのベンチワーク、チームでマネジメントという部分での、甘さを露呈してしまったんじゃないかなと今思ってます。まあ、PK に関してはまあ、この決めた選手とか外れた選手とかっていうのは全く関係なく、チームの思いを全て反映する戦いですから、まあ、その部分ではもしかしたら以外の方がやはり、ロスタイムで決めた勢いというところがあったのかなと思います。ただしどんな試合でも最後まで諦めない、仮にロスタイムで追いつかれようが PK でしっかり勝って上に勝ち上がればいいという、そういう気持ちというものはこれからも上を目指せば目指す以上、もっともっとそういうしたたかなハングリー的な気持ちが必要だと感じました。まあ、今日あと対戦チーム以外を見て思ったのは、すごく今ハングリーって言ったんですけど、まあ、確かに何人か上手い選手はいたとは思うんですけど、でもすごく選手たちにハングリーさっていうものがあったと思います。下手くそでもどんどん走ってくる、普通そこまでテクニックがなくてもどんどん食らいついてくるという、何か自分たちをの実力を逆に外に自信をアピールすることによって大きく見せるような、そういう迫力というものがあったと思います。我々もそういう部分はしっかりと見習って、もっともっと自分をさらけ出して、迫力を出してやらなくてはいけないんじゃないかなということを痛感しました。まあ、本当に悔しいです。この大会は上にも通ずる大会だったんで、まあ、今日勝って次も勝ってという気持ちはみんな持っていたんですが、まあ本当に残念です。ただしこの結果を生かすも殺すも、これからの自分たちの取り組み次第なので、もう一歩どころかやっぱり2歩も3歩もやっぱりもっともっと前進しなくてはいけない、確かにすごくいいチームになってきたとは思うんですけど、やっぱりまだまだやらなくてはいけないということも今日よく分かりました。もっともっとチーム全体が今日の試合に、没頭できてたかということをもう一回自分自身に、自問自答して、今後の前 FC、何のために前 FC でやっているのかということをもう一度各選手が、しっかりと自覚しなくてはいけないと思います。ですから今日の戦い敗戦というものはやっぱり今後の前吉にとっても大きく左右するものだと思います。一過性にならずにこの悔しさをもう本当にリーグ戦にぶつけるしかありませんので、もし来年例えば全社で勝ち上がっていく中でこういうことがあったら、もうその時点で上に行く道っていうものは終わってしまうわけですから、そこをもう一度選手たちも含めては私自身もやっぱり勝負というのはこういう怖さがあると、やっぱり何回もやり直せるものじゃない、特にトーナメントの大会というのは負けたら終わり、いくら別に内容で勝ってようがもう90分過ぎまで勝っててもこうやって負けるということをもう一回肝に銘じて、これからの戦い練習に生かしていきたいと思います。今日は本当にまたいつも遠いところ皆さんに応援に来ていただいて本当にありがとうございました。一川も二川も強いチームになって皆さんの期待に応えたいと思います。本当に今日はありがとうございました。